節分クイズー。どうぞ、ハルト。カイトだ。マサト。モッチです。節分の時期です。そうですね。あさってが節分ですか。そうです。あ、もうあさって、はい、3日なんで。今回は節分に関するクイズを5問持ってきましたんで、はい、それを答えてもらいます。はい、はい。まあ、今回一番正解できなかった人は1週間鬼のパンツで過ごしてもらいまーす。そんなもんねえ。見えないところで。まあちょっと売ってるものによりますけど、まあ中のパンツしかなかったらそれだし、まあ外ね、コスプレ用があったらそれで過ごしてもらおうかなという。結構重くない？外鬼パン。俺も外鬼パンって何？というわけで今回は節分クイズです。やっていきましょう。はい、第1問、はい、はい。次のうち実在しない掛け声はどれ。1、福はうち、鬼はうち。2、福はうち、悪魔外。3、鬼鬼うちうち、福福外外。4、あっちはあっち、こっちはこっち、鬼かつぼの年越しだ。え、3つは存在するってこと？存在します。え、じゃあ、ついていけない、ついていけない、ついていけない。3番がやっぱ気になるな。なんかしらのね、そのね、意味合いがあってね、わざとね、服を外にやって鬼を内にする、なんかありそうな気もするよね。いいですか？はい、じゃあ、のせくん1番。お、ほう、どっちも内。はい、もう他の3つに比べて、まあ、オーソドックスで、鬼が内に来ることはないんじゃないかっていう考察です。カイト君。僕も1番です。おお。いや、なんかシンプルにこれだけは両方とも内に入れてるんですよ。うん。だからもうその時点でちょっと欲張りすぎだな。さすがにそれはないんじゃないかなっていう。欲張りすぎだな。もっちくん3番。おお。ねシンプルに福は外って意味わかんないじゃん。うん。なんかそれをねじ曲げちゃったらもう節分なんかちょっと違くないと思っちゃう。4番はいいんですか？なんか、ありそう。ギャグみたい。正解は、はい、3番です。よっしゃー、嘘。よっしゃい。マジか。最初のポジ使ってたっていうのか。3番です。ちなみに4番は存在するんですけど、音程は今作りました。あ、そうなんだ。第2問、はい、次のうち節分で食べないものはどれ。1、落花生。2、イワシ。3、団子。4、こんにゃく。いや、むずいなぁ。恵方巻きがあるな。恵方巻きに入ってないな、こんにゃくは別に。団子も入ってねえし、落花生も入ってねえし。アホすぎる。じゃあ、もっち。はい、落花生1番。おう。おう。カイト。団子。俺も3番の団子です。わー、団子も消した。団子も1回考えて消して落花生にしました。考察は、イワシとこんにゃく、まあなんかイワシってイメージとしてはなんか苦いみたいなイメージがあって、うん、鬼が嫌がりそう、うん、こんにゃくも臭い、うん、でこれか落花生か団子だったんですけど、団子ってなんかあるじゃん、お月見みたいな季節が、季節っていうか、あれが2個もいるかっていう意味でこれを消して初期法で残った落花生です。え、じゃあ団子じゃん。それな、今の考察だと団子だぞ。あれ、これなんつって、あ、じゃあこれが2個もいるか、いらないかなっていう意味の消去法で落花生です。団子が来ちゃったら、そうそうそう、2月にも団子、9月にも団子になっちゃうから、いらんいらんいらんっていう話。食わないもんじゃないな、これ。え、そうだよ。あ、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 食わないものだから落花生、食わないものだから団子は2個とかいらかったけ、あれ俺やってる今。まあ、分かる、それが正解かもしれない。正解してくれるかもしれない。2人は団子は、なんか鬼が食べなそうだった。桃太郎って文化ありますからね。あ、そうね、それは思った、俺もそれ。きび団子で強くなったんじゃん。きび団子、強くなった。あ、仲間になったんだ。仲間になってくれただけか。あ、いいですか、もう仲間の感じですか。そうですね、こんにゃくとヤシはなんか魔除けみたいな感じ。そうそう、ありそうだもんね。正解は、はい、3番団子。よーし、よーし、よし、これでよし、並んだ並んだ、考察合ってんなら団子
にしろや。第3問、はい、はい、次のうち、はい、豆を投げなくていい人はどれ。1役職みたい、斉藤、2渡辺、3高橋、4鬼塚。はぁ、あ鬼塚なんかわざとらしいもん。もういやー、冷静に考えたら鬼塚一択なんだよな。鬼ついてるから。でも絶対違うんだよな。でこいつふざけてきてんだよ、鬼塚で。なもん。じゃあ、カイト。はい、もうここは勝負に出ました。4番の鬼塚さんです。おお。のせ。俺も鬼塚です。おお。もっち。1番斉藤。おお。もう勘。勘。全員勘ですか。勘です。豆を投げなくていい人、はい、正解は、はい、2番、渡辺です。なんでだよ、なんでだよ、おい、勘じゃねえかよ、このなんでだよ、なんで渡辺。これはですね、ちゃんと由来があります。はい、まあ、理由は、あの平安に遡るんですけど、平安時代に、うんうん、当時、まあ、京都府を拠点とする鬼が、うん、多くの鬼を従えて、うん、都を荒らしまっている時に、その武将渡辺剛らによる討伐隊を結成され、見事にその鬼を仕留められたんです。そういうことがあってから、鬼の一家はその渡辺という種族が怖くなってしまったから、渡辺さんはもうこうしてるだけで鬼来ないよっていう強っ由来があります。最強じゃん。友達すんじゃん。あいつは最確かにな。友達出す。第4問、はい、俺が節分で泣いたのはいつ。知らんがねー。知らんがなすぎる。1年少さん、2年中さん、3年長さん、4小1。知らん。知らなすぎる。年少って何歳。3歳4歳ですね。うわー微妙。いいですか。はい、じゃあ乗せ。まあ反抗期、うん、ということでね、年長です。ほうほう。シンプル、節分の時期に親に反抗して怒られてギャン泣きする。もう鬼は関係なくて、あ母親が本当の鬼になるっていうパターンで切れて、うめえこと言っちゃう。カイト。僕はですね、4番ですね。ほう、なんで。小1ですね。いやまあね、春樹くんね、中学生やら高校生あたりでね、なんかいろいろとそういうね、やらかい事件をね、してるわけですよ。はい、電車の中の出来事とかね。うんこ漏らすな。そうそうそう。だからこそ、ちっちゃい頃とは限らないわけですよ。ああまあね、可能性があるってことね。なんか、あえての4番。じゃあ、もち。2番、年中。ほう、なんで。年少はなんか幼稚園の頃俺やんなかった気がするんだよね、確か節分という文化を。で家でやるっていう文化もなかったから、幼稚園だけで考えてたの、とりあえずね。別に年中から始まって、まあファーストコンタクトは怖くて泣いたっていう。あーみんなじゃあ行きがちな年少はないということですね。ないね。正解は、はいはい、誰かが一人抜け駆けすると。1番年少。マジかよ。年少さんです。年少の時に、うちの幼稚園は、年少の時は、その教室の窓越しに鬼が来るんですよ。で、年中はちょっと入ってくるんですよ。で、年長がもうガッツリ入ってくる。あったかもな。でも年少の時だけ窓越しに泣きました。ね、めちゃめちゃ怖かった。第5問目。あ、最終問題です。はい、まず、豆人気ランキングを発表します。どういうこと？まあ、あのこの順位を当ててもらうんですけど、まずエントリーする豆をね、言います。豆富本店入り大豆。豆富？続いて黒田屋すいり大豆村豊。次、株式会社美濃屋すいり大豆。またかよ。続いて日東商事株式会社節分福豆。この中で人気豆ランキング第3位はどれでしょう。3位。遅いなー。てかどれをやってももう全部勘なんだよな結局。うわー、勘で鬼パン決まるのゲセな。もっと盛り上がってください。考察はい、むずすぎる。聞いたこともないんだもん全部。いきましょう。はい、決まったお。決まったお。じゃあもっち。はい、3番美濃屋水利大豆。おー、あ、元入り大豆。カイト。豆富。豆富。はいはいはい。1番か。
おい、お前もかわいかった。1番やばい、やばい、この1位に1人になれた。よし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 、俺は大丈夫だ、俺は大丈夫だ。じゃあまず、はい、第4位から。あー、美濃屋頑張れよ。お前が終わりだ。第4位はあれだ、日東商事。おー、株式雑魚だった。やばいな。じゃあ続いて2位。はい、うわ、小さいか、わかんないよ。黒田屋。おー、おー、すごっ。この1位3位、待って待って待って、その理論でいくと3が3位だぞ。3が3位ってどういうこと？いや、今2と4が2位になったから、1、2、3、4の可能性が出てきてんだよ。第3位は、あー、そのまま来たろ。本当に言ってる？ねえ、株式雑魚じゃん。第3位の豆は、頑張るな、美濃